始発のお忙しい中、はるばる千葉まで足を運びいただきましたので、本日はアカデミックフィンクセンターのセミナーの第4回ということで、今年の第4回ということですが、教材作成支援の最前線ということで、九州大学の吉田先生を招きし、また我々の客員教授であります山町もお話をさせていただくということで、大学の中、特に図鑑の環境を中心に考えている、取り組みの、一環の中での、教材作成支援ということ の、ステートバーズの事務所、まさに最前線の現状について話をいただく、でそしてその後に原稿館を移行させていただくという改善をしました。で千葉大学は実は教材作成支援ということでは、実は、九州大学さんから後発でして、九州大学さんは、もう2年半前でしょうかね、私どものセンターを発足したいということなんですから、2年半前に附属図書館の施設として教材開発センターの設置をされています。で、私どもアカデミックリンクセンターも、その教材というのをその教育のための重要なリソースと考えて、そしてそれを提供する環境というのをなんとか作っていきたいということを、センター発足時から考えてきたわけでございますけれども、今年度ようやく私どもと、それから大日本印刷株式会社、そしてマルゼ株式会社の、3社の協力で、アカデミックリンクセンターの中に共同研究部門というのが設置されまして、そこで、新しいタイプの教材開発と、研究展をして、研究開発をします。その一環としては、当然、学内におけるさまざまなその教材の作成にかかる、問題点等々の、データ収集、分析というのも行っているところです。後半の方では、そのあたりについても、若干触れさせていただくというような形で、今日は進めていただきたいと思います。それでは、一番最初にお話しいただきます、吉田彩元先生をご紹介したいと思いますが、吉田先生は、もともと医学を学ばれていらっしゃいまして、現在は、九州大学の医学研究院では医学教育の教授としてご活躍でいらっしゃいますけれども、それだけではなくて、実際も名刺をいただいたときにはもう名刺書ききれないぐらい資格内にさまざまな教育等にかかる仕事をなさっていまして、そのうちの大きなものの一つが附属図書館の館長でいらっしゃいますし、また先ほどご紹介いたしました教材開発センターの実員としてのご活躍というのもございます。またガンプロガシナ養成という日本の医学系の大学院が連携しております、その医学の間のプロフェッショナル養成というプログラムの中でも、特にこの教材に関わる部分等々で中心的なご活躍をなさっていらっしゃいます。それでは、皆さんこんにちは。九州大学の吉田と申します。よろしくお願いします。今なんか2年半前からこの教材開発センターっていうのが、学内措置で設置をされて以来、これに関わっております。私自身がですね、図書館に関わり始めたのは、平成20年の10月から、今 の、 九州大学の総長の有川先生が図書館長、附属図書館長だったんですけれども、そこから総長になられた、その後任に、図書館長が交代されて、その時に同時にですね、副館長も交代ということで、平成20年8月から、副館長を、担当しています。それでそれから3年経って、先ほど、竹内先生からご紹介がありましたように、23年の4月からですね、附属図書館に、付設という形で、設置されました教材開発センターの、協力教員という形で、正式には協力教員なので、何を協力しているのかという話がありますが、専任のですね、教授は、今年のもう4月ですけど、今年の1月に専任の教授がやっと、採用されましてですね、それからかなり動きが本格化してきています。そのあたりのお話を少し話を進めていきたいと思います。で、我々
九州大学のですね、付属図書館に、まあ、付設の形で設置された教材開発センター、これは主にですね、電子教材の開発、それは知の公共化という、まあ、抽象的な目標を、まあ、掲げて、おります。それと、まあ、現在のですね、インフォメーションコミュニケーションテクノロジーの、まあ、高度の利用、そして、能動的学習の推進という、まあ、これは今の九州大学が、まあ、だけではなくてですね、まあ、世界中でアクティブラーニングっていうのが、まあ、推奨されていて、まあ、それを推進して、何すればいいのと、そのために図書館をどうかかればいいのっていうところで、に立っていると思います。ちょっとちっちゃいですけれど、まあ、これが組織図なんですが、まあ、総長の下にですね、副学長の形で付属図書館長が、おりますけれども、私の、まあ、図書館の中ではすぐ上の上司ということになりますが、その、まあ、普段のですね、図書館の業務以外のところで、教材開発センターというのが、まあ、中に動いていると。で、その図書館の中でですね、この教材開発センターに密接にまあリンクしているというか関連しているのが、左側にあります、研究開発室、そして、右側にあります e リソーシス サービス室、という、ところあたりが教材開発センターと、まあ、連携して、まあ、学内のですね、学内にある競争的資金も、この2つとですね一緒に取ったりしているという状況でございます。でその教材開発センターの中には、左側からエデュケーショナルテクノロジー部門、コンテンツデザイン部門、オープンエデュケーショナルリソース部門という3つの部門が、まあ、これは学内設置の時の、書類では、まあ、こういうふうになっているということですね。まあ、実際にはそれぞれの、まあ、得意とする、分野がですね、の、教員が、まあ、ここに、貼り付けられているという状況です。それで向かって右側のですね、まあ、学内のいろんな、他のですね、まあ、全学的な、部局がですね、まあ、これに、まあ、関わっていると。私はちなみにこの右側の中では左から2番目の医療系統合教育研究センターという、これは九州大学の病院キャンパスの中にある、まあ、教育センターで、まあ、そこでも業務主任という、肩書きを、持って、活動しております。それでこれが組織構成員なんですが、まあ、センター長はですね、情報系の、まあ、現在の九州大学全学の情報統括本部の、部長をされている、藤村直美先生で、センター長を、兼ねていらっしゃるということです。で専任の教員はですね、九州大学のシステム情報科学研究員、こちらでですね、の、まあ、准教授だった方が、まあ、教授として、先ほどお話しました通り今年の1月に、まあ、赴任されたということです。で兼任の教員がここに5名って書いてありますが、先月ですね、6人目の兼任教員というのが、赴任というか仲間となって一緒に働いて、くださることが、になりました。でまあ、それぞれですね、もちろん情報系 の先生もいらっしゃる、私は医学系なんですけれど、情報系の先生もいらっしゃるし、まあ、今は九州大学に芸術工学研究院という元の芸工大学がございまして、まあ、そこの中で、まあ、その芸工大というのは芸術系、それとまあ工学系の方々がいらっしゃるんですけれど、その中ですね、知財に関するもともと法学部卒業の助教の方がいらっしゃってて、まあ、その方も、まあ、こっちの我々と一緒に、まあ、問題を解決するお手伝いしてくださる、まあ、先生が、先月ですね、兼任協力教員の形で赴任されました。でそれで、まあ、テクニカルスタッフ、こちらが非常に重要で、実は今回、私はここでこういう話をするのに、こういう話をすることになりましたとセンター の打ち合わせで話をしたら、まあ、センター長がじゃあみんなが何をしているのかをテクニカルスタッフにスライドを作ってもらおうということになって、これが出来上がってます。でまあ、それぞれのテクニカルスタッフ、昔で言えば、まあ、技官さんですけど、方々が、まあ、それぞれの仕事を持って、やってらっしゃるということで、その、彼らの、まあ、業務をですね、まあ、我々が
統括っていうわけじゃないですけど、私にも一人テクニカルスタッフがついてまして、まあ後でお話しますけれど、電子教材のですね、著作権に関する、まあ諸々のことをまあやっているということです。なぜ医学部の教員が電子教材の著作権の話をしているのかということをまた後で、謎が明らかになるということでございます。まあ、それ以外ですね、事務補佐員の方が、ここに1名って書いてありますが、まあ、確かに今は1名ですね、まあ、ゆくゆくはまあ2名体制、それと専門医の方は附属図書館 の課長さんで退職された方を、まあ、再雇用の形で、専門医の方が1人ついてくださっていらっしゃいます。それでまずですね、最初に電子教材どんなものを作っているのかという、これは去年、1年かけてまあ、医学部の、学生教員、それと、まあ、情報系の、教員と学生で、まあ、共同でこういうものを、まあ、開発していたのですね。ゆくゆくは、まあ、タブレット端末で表示ができるようにしたいと、いうことだったんですが、この、今見て分かっている人体の、骨、まあ、骨ですね、骨 の教材、なんですけれど、まあ、これはなぜこんなものを開発したのかといいますと、まあ、これは 3D でですね、まあ、表示できて、まあ、教育上の問題点は、まあ、我々医学部は、比較的低学年の時に解剖学実習というのが、ございますけれど、その解剖の、まあ、手前のところで、大学によっては同時に、骨学という、まあ、骨の名前、形、機能、そういったものを、まあ、学ぶという、授業があるわけですが、実際にはその亡くなった方から、まあ、作られている、骨の本当の人骨の標本を、手に取って、まあ、組み合わせてみたり、どういう動きをするかとか、そういうところをですね、まあ、実習で学ぶわけですけど、その標本自体はお家に持って帰るわけにはいきませんので、家で勉強するのに、何か、まあ、立体的に、理解できるようなものがあるといいなという、まあ、こういったことも、そのニーズも、全て学内で、ワークショップを開いて、まあ、教員や学生の、ニーズを、探っていくところから、まあ、始まってるんですが、まあ、こういった教材開発を、まあ、したということです。この、骨のデータ自体はウェブ上に、フリーでですね出回っているデータを使って、まあ、遠隔サーバーにデータを置いてあって、それを、端末で読み込みながら、学べるような教材というのを、まあ、目指したということです。それでこれはですね、まあ、同じように、まあ、電子教材の、開発ですけれど、これはどういうものかといいますと、附属病院の大学病院ですね、看護部の方々が、携わってらっしゃる、これは看護実践力ブロッサム開発プロジェクトっていうのは、文科省の、まあ、GP の一つですね。で、まあ、それで、まあ、この5年間今年がまあ最後の年なんですけれど、ずっとこういった教材を、特に新人の看護師さんを対象とする、教材を開発していらっしゃってて、まあこういう GP っていうのは私も以前現代 GP っていうのに関わったことがあるんですが、教材開発するとほとんど失敗します。なんでかっていうとですね、発注しますね、外注します。外注すると、その業者が全部、データを持って、いなくなりますっていうか、どっちがいなくなる、向こうから見るとこちらが消えるのかもしれませんけど、GP をずっと取り続けるというのはできませんので、なんて言いますか、要するに使えなくなるんですね。コンティニューティーがないという状態になるので、まあ、こういうものを、まあ、作ったとしても、それをずっとその組織の中でリニューアルしながら、使い続けていくっていう仕組みを作らないと、まあ、うまくいきませんので、そのことでですね、看護部の中に、まあ、その教材を開発する、部門、看護キャリアセンターの中に作ってですね、まあ、そこで電子教材を、まあ、一旦 GP でお作りになったんですけれど、
それを、まあ、続けてですね、使ってリニューアルしていくにはどうすればいいかということで、教材開発センターの方に、ご相談が、来ました。まあ、それで情報系のですね、教員、あるいはテクニカルスタッフが、これを、まあ、手伝うということがあります。これは全く別の言語文化研究員の方で、の教材ということになります。これは喋る教材ですね。でこれは一つその中の一つで去年100周年記念を迎えて、その中の一つこの九州大学100年の宝物自体は附属図書館が編集をしたんですけれど、それの電子ブックということになります。こういうのも開発のお手伝いをする。それで何やってるのかっていうことです。日常的にああいうその何て言いますか教材開発のプロジェクトもあるのですが、恒常的にやっているものの一つがこの授業を撮影して動画として公開する。公開するのは一般公開もありますし、公開範囲を制限してですね、限定して公開するというのも含めまして、こういうのを請け負うということです。で、これには、その撮影とですね、編集という、作業が、生じますので、これについてはテクニカルスタッフ、あるいは学生のアルバイトが当たっているという状況です。それらの、こういったことについてはご存知と思いますけど、どれぐらいのですね、公開、先ほど言いました公開範囲であるとか、あるいはその中に他人の著作物が入っている場合に著作権処理をどんなふうにするのかということも含めて、対応するということになります。今のところ公開先はこちらの YouTube ですとか iTunes U ですとか九州大学の OCW のホームページ、こういったところに公開をしている。いろんな形で公開されるわけですね。今日なんか動画を撮影されるんですか、これ。どこに公開されるんですか。これは YouTube。YouTube ですね。ありがとうございます。という、こういうことはいろんな大学でもだんだん当たり前になってきているということになります。iTunes U っていうのは、Apple の、もちろん、パソコンでも見れますけれど、端末にダウンロードしてですね、見ることができるということになります。OCW は昔からある OCW、ですけれど、なかなかそのコンテンツが集まらなかったという、過去の苦い経験はあります。ただ、OCW っていうのはどちらかというと、教材開発センターができる前の、ところから始まっているものですが、先ほどの YouTube と iTunes U は教材開発センターが立ち上がってから着手しているというものです。それで今のが今までお話したところが講義、授業、あるいはですね、セミナーですとか体感される退職される先生のですね、最終講義とかそういうのをアップロードするという形で公開をしてきたものでした。でその中で、一つ問題になるのが電子教材の、著作権、ということになります。でここでお話しするのはオリジナルの教材を、どんなふうに著作権の何て言いますか宣言をするとかそういう話じゃなくて、どちらかというとですね私が携わってきたのは他人の著作物が含まれている、電子教材と、あるいは、オンデマンドでダウンロードできるような、オンライン教材というものを、ここに挙げています。それで、なぜですね、これをですね、学内の FD として、講習会を、教員あるいは、学生も対象なんですけど、講習会に来る学生というのは主に大学院生ということになります。それでいろんなキャンパスに行って今九州大学、5カ所に、分かれてキャンパスが分かれているんですが、年間ですね、
1キャンパスあたり 2回、10回、合計10回、月に1遍ですね、キャンパスに行って、こういった講習会を、やっています。今年度からですね、まあ、10回というペースでやることにしました。コンスタントにですね、やはり平均的には4名から6名ぐらい毎回、参加者がいて途切れないですね。やっぱり、まあ、ニーズはあるという、皆さんやっぱり迷ってらっしゃるんだなと思うんですが、まあ、その中の、スライドから、まあ、持ってきた、模式図ですけれど、電子教材あるいは、まあ、オンライン教材、まあ、これについてはですね、ジレンマがあると、コンフリクトが真ん中に相反って書いてありますけど、あると、いうことです。一つは、まあ、我々教員はですね、まあ、特に理工系と医学系が顕著なんですけれど、まあ、最新でですね、正確な学術情報を分かりやすく記憶に残るように伝えたいという、まあ、教材を作るからには当然そうなるという、まあ、本質的な部分があります。で、まあ、ただし、まあ、その他の配慮として、まあ、コストはですね、できるだけかけたくないですとか、あるいは、まあ、社会貢献もしないといけないから、まあ、教材を一般公開するとかですね、あるいはじゃあその倫理性っていうのは保たれているのか、まあ、コンプライアンスという、ところも、まあ、昨今ですね、皆さん考える、ようになってきたので、このこととその電子教材あるいはオンライン教材に含まれる、他人の著作物に関する、まあ、著作権への、まあ、配慮ですね、具体的には著作権法あるいは、著作権者が公表しているガイドライン、まあ、こちらに、まあ、配慮して、作らなくてはならないとなると、こちらの本質的な部分ですね、学術情報を、分かりやすく記憶に残るように伝えようというところと、まあ、コンフリクトが起こるというのは、まあ、この問題の本質的な部分だということに気づいています。それでこの左下にハンドブックって書いてあるのは、今日皆さんのお手元に、まあ、お配りしていると思いますけれど、こういったハンドブックをですね、これ作ったのは、まあ、ちょっと前の話なんですけれど、これを、まあ、教材にして、講習会を、やっています。で、まずこの著作物の引用複製というのは、出資を明示して、著作権者の利益を害さない範囲であれば、まあ、授業内ではまあ可能と、まあ、いうことがありますね。これは非公開であればということです。それで、ウェブ上でですね、ただ教材を公開して、一般でですね、閲覧ダウンロードができる場合には、まあ、許諾が必要という、まあ、ごくごく当たり前のことが、あるわけですけれど、ただこれが非公開の場合と、この誰もがっていうところで、今じゃあその間でどういうことが必要なのかっていう話になると、非常にこの他人の著作物を、まあ、使った教材っていうのは、そのままウェブでどんどん出していいかっていうと、見てご覧になると分かりますが、どんどん出てますね。どんどん出てるんですけど、まあ、これをまあどうするかっていう話になります。それで先ほどのですね、まあ、授業をまあ公開するときに、教材開発センターの、テクニカルスタッフがどういうところにまあ気をつけて、ことに当たっているかっていうのの、まあ、模試図なんですが、まあ、講義用に資料を制作されていて、まあ、主にこういった形のパワーポイントで、公開するということになったとしてですね、まあ、一つは引用元を明らかにして著作権者に許諾を得て制作するっていう方法と、まあ、自作するという方法があると。それで、まずその欠かせないのが、どこから、まあ、どこ、その出所、出典という部分はまあ欠かせないということです。で、新聞記事とかですね、テレビの画像、顔写真、よくですね、出てくるのは雷を落とすアニメのキャラクターとかですね、そういうのがよく出てくるのわけです。それでそういうものについては差し替えたりですね、そこを、まあ、黒くしたりとかモザイクをかけたりとか、まあ、そういうことを編集の段階でですね、テクニカルスタッフが、対応している
あるいはその時点でですね、この教材を提供して、くださるですね、教員の方々と、交渉するということになります。この件については過去いろんな経緯がありまして、教材開発センターが立ち上がる前から、このことに、先ほど竹内先生からもご紹介がありましたが、ガンプロフェッショナル養成プランという、今は5年ものの GP だったんですが、それを今2期目で、全体で今のところ10年間は、各大学に、助成金が、つくという、状況で、がんの専門家ですね、医師だけではなくて看護師、薬剤師、検査技師さん、放射線の、関係の資格、有資格者の方々を、要請していこうというような、プランにおいて、全国でですね、今はもともと千葉大学さんと、筑波大学さんと埼玉医大さんで、始めたオンラインでですね、動画を共有しようという、ことなんですけれど、そこから始まって、旧大も後でですね、その活動に参加するということになったんですが、その時に旧大でも独自にそういうその動画の教材を使おうとした時に、このパワーポイントの中に入っている他人の著作物どうするかっていうことが一つ問題になったということです。それで一つはですね、この日本出版書籍出版協会のこのフローチャートで、が書いてあるわけです。詳細省きますけど、結局、やりたいことをやろうとすると、許諾を取ってくださいというのが、彼らの結論で、許諾を取りましたということです。で、これどういうものかっていうと、スライドですね、1枚につき、ここには、2つのですね、これは電子ジャーナル PDF を、スナップショットで切り取ってここにペーストしたものですね。で、この下にあるのも同じようなものなんですけど、これをですね、これはニューイングランドジャーナルメディシンという、比較的インパクトファクターが高い、ジャーナルで、そういうその、ネイチャーとかサイエンスもそうなんですけど、そういうのに載った事実を学生にもういち早く伝えようっていう気持ちがあるわけですね。で、特にそういうその著名なジャーナルですと、ヘッダーとともにですね、こういうデータがインパクト大きかったんだよっていうことを伝えたいということで、これは許諾を取ったらどうなったかっていうことなんですけれど、例えば左向こう側のヘッダーの部分ですが、全部手打ちしてください。あるいは、右側は下に表があったでしょうと、それを削っちゃいけませんと。原本に戻してください。そうするとですね、見せたいグラフはちっちゃくなりますし、ノイズが教材全体としてはすごくノイズが増えてますね。見ていたらしゃったら分かると思いますけど、ただここに出典が書かれてるんですが、出典は書かないといけないということになると思いますが、手入力をですね、特に医学部の先生たちがいちいち手入力するはずがないですね。もうそういうのは諦めないと仕方がないです。それでですね、どういうことを行ったかという、今からお話しする今お話していることは、教材開発センターに来る前に、私に起こってた出来事なんですけれど、それで先生方にですね、手持ちの、スライドに他人の著作物がいろいろ入っていて、で、先生方がそれぞれがですね、許諾申請、これは本当にさっきのフローチャート通り、許諾を取ってくださいと言われたら、スライド1枚1枚あんな風に1枚につき出版社2つとかもあるわけですよね。一個一個許諾申請して、やるのはもう絶対無理と。で、そこで教材作成のですね、支援スタッフっていうのを学内に、設定してですね、全件許諾申請っていうのを最初にやったということなんですが、でこの方には今ですね、放送大学さんがやっている出前セミナー、こういったものをですね、活用して、こういうのを受けてもらって、これは私ですけど、こういうことを
著作権法っていうのがあってですねっていう話からまあ始まって、まあ、FD をやると。で先ほどのまあガイドラインを作ったりして、一方ではですね著作権法以外にまあ公的なあのもう要するに、公開されているあの著作権者の方々が公開しているガイドラインというのもありますので、まあ、そちらも参考にっていうことになります。で結局のところ今先生方が作られているスライド、これをですね、オンライン教材にするとなると、引用っていうあの例外規定を適用する以外の方法がないという、まあ、結論に至ったわけです。で、まあ、あのただまあ引用にしようとしてもできないっていう状態の、教材もあったりするのですが、まあ、とりあえずじゃあ引用の最低の条件を満たすためにどうすればいいかっていうのを AFD で行っていくということを、まあ、やっていたのがあの教材開発センターができる前の話ですね。で、あの今あの講習会で、まあ、こういうお話をしているという、お話をするわけですが、一つはですね、まあ、先ほどからお話しているまあガンプロフェッショナル養成プランの、関連で、著作権者の、方がっていうのは、まあ、ここでいう日本印象出版協会の方が引用と転載についてっていうホームページを今も公開されてますので、ご興味の方は見てみられるといいと思いますが、問題になるのはですねこの出所の明示ですね、出典の、記載方法、まあ、フォーマットですけど、この中にですねもちろんあの論文のレファレンスに書く情報としてはもちろんこれはまあマストなわけですけれど、じゃあスライドの中に題名までつけるのかと言われるとほとんど書いてないですね。ほとんど書いてないです。で、あのよくあの間違った使い方をされているのが何とから何年って書いてある、ちょっとあの間違ったあのやり方をされている、これ出典書いてるじゃないかっていう話になるわけですが、まああのまあ、この情報量の問題の中で特にこの題名が書かれているスライドってほぼ皆無なので、こういうことをしてくださいっていうふうに言われても非常にまあ困る、我々としては困るということがあるということです。でもう一つはあの原型を保持して掲載と、書いてありますが、やっぱりあの矢印をつけたりとかですね、少し変えて、色を変えたりとかそういうことって先生方は、何が言いたいか何を伝えたいかによって、あの教材は、自分でモディファイされるというところが、まあ、ここの、表記とですね少し、コンフリクトが起こるということです。それとあの上に書いている STM っていうのは、その理工系と医学系の、出版社のこれはあの国際的なあのコンソーシアム、なんですけれど、こちらが出しているパーミッションズガイドラインズというこれはあのこの加盟している、今50いくつの出版社、日本では南光堂さんですとか、医学書院さん、あるいは、毎日新聞さんがこの STM のガイドラインに署名していらっしゃいますけど、こちらはですね、我々に向かって言ってるわけではなくって、お互いにですね、許諾なしで、これぐらいの条件のものだったらいちいち許諾申請をお互いに出すのはやめましょうという申し合わせなんですが、まあ、そこに書かれていることを、まあ、一つ参考にはなるということで、ここに引っ張ってきてますけど、その雑誌記事や書籍の章からの図表を3つまで利用できると、まあ、その中の、1項目をここに抜き出してますが、この3つまでっていうのがですね、場合によっては非常に問題になると、どう問題になるかっていうと、例えばこの、 あの9大のですね90分の講義の教材の中にどれぐらい入っているかということなんですが、スライドがだいたい平均で90枚弱、90分なので90枚というのが非常にリーズナブルですが、その中に他人の著作物がですね、まあ、あの内容によって随分違いますけど最大で73件、他人の著作物と思われるものが入っていて、これを一件一件全部許諾を取るのかという問題で、まあ、平均はこれだと3割ぐらいですね。それとあとその、まあ、ガンプロフェッショナル養成プランというのは一大学だけで出すのではなくて、多大複数の大学間でですね、共同で出す助成金 GP ですので、他の6大学の、
教材、まあ、2000枚ぐらいのスライドを全部数えてみると他人の著作物はその中にまあ 40% ですから3割から4割ぐらいは他人の著作物ということになります。それでこの中で出所の記載方法が不十分という判定になってしまうのが8割を、になるということですね。それで先ほど の STM という出版社間 の申し合わせ事項みたいなのを、まあ、参考にして少し、数を数えてみるとですね、先ほどの1論文から3つまで図表3つまでに、まあ、定色してしまうようなものが、全体の4分の1から3分の1ぐらい、もっと多いかと思ってましたけどもこれぐらいの、数量になるということです。まあ、先ほどお話ししました通りですね、出所に論文題名がないあるいはまあ改変している図表というのはかなり多いという、状況です。それでこういう、状況でがあったので、まあ、その GP はガンプロフェッショナル養成プランという GP は、文科省の中では高等教育局の医学教育課というところが担当してますので、まあ、医学教育課長宛てにですね、こういう上申書を作って、まあ、出したということです。で一つは、まあ、法改正というのはまあ、もちろんこれを改正してくださると一番ありがたいんですが著作権法というのは改正があるたびに、まあ、権利者の保護は進むけど、利用者側の権利はどんどん縮小していくという、まあ、権利じゃないですね、利用者側のこう利便性は縮小していくという方向にしか改正されませんので、まあ、これは、まあ、あんまり、有用ではないかもしれません。それと2番目の、公的なガイドラインというのが先ほどお示ししました通りですね、著作権者の、公的なガイドラインというのは、出されているんですが、この我々の方が、まあ、ガイドラインを作らないと、まあ、こちらは個別の、教員が個々に教材を作っているわけで、まあ、組織的にあるいは、まあ、公的なガイドラインを作らないと、全く太刀打ちができないという状況です。それで根本的な問題として まあ、法律の専門家の方々が問題にされるのはこの電子教材に関する判例が出ていないというのがまあ、根本的な問題なんですよというのをセミナーで聞いたりします。まあ、それで去年ですね、去年の8月にですねアメリカでジョージア州で判例が1個出てるんですが、まあ、まだ係争中という状況のようです。で4番目に専門的なですね、知識や技能を有する、まあ、人材を養成する必要がある。図書館関係の方ですとリポジトリ係の方がですね、まあ、1論文あたりの著作権処理っていうのは、やってらっしゃる、と思いますが、そうではなくてスライド1枚ずつですね著作権処理をするっていうような、人材を、まあ、場合によってはですよ、養成しないときこれは成り立たないということになります。それとはまあ先ほど示したような、まあ、FD あるいはスタッフディベロップメントも合わせて、考えないといけない。それとあと、まあ、教員はですねいろんな施設を渡り歩きますので、施設によってやり方が違うと、まあ、そこで齟齬が起こりますので、まあ、他施設間での協議が必要であろうということ、これは2番のガイドラインと、まあ、リンクするものではありますが、まあ、こういった、対策が必要じゃないですかということで、医学教育文科省がやれることはこの中のどれでしょうみたいなですね、上申書を出したということです。で話は変わりますが、まあ、教材開発センターがやっていること、それ以外にはまあ、ウェブ学習システムというのはここに書いてあるとおりブラックボードというのを、まあ、旧大では、導入をして、これをずっと使っているという状況です。私は、まあ、昨日も授業で使ってきたんですけど、こういうものをサポートするのも、教材開発センターの中に、まあ、業務として置かれました。ですのでまあ、それに関わってこれまで関わってきた教員と、関わっている、テクニカルスタッフというのがいるということですね。で、まあ、これについてもですね、講習会をずっと定期的に、まあ、開催 しています。
先ほどあの骨学 の, あの教材をお見せしましたけれども、骨を、ね、あの教材をお見せしましたが、学生 の, です、ね、あのプロジェクト、これはあの、電子教材を作りたいという、学生がいるわけですね。自分たちで作ってみたい、まあ、そういう人たちを、まあ、支援する、予算的に、まあ、支援するというようなことを、まあ、これまで、やってきました。であのこちらの3次元ハンズオン組織モデル開発っていうのは、まあ、あの私の方で別途、まあ、予算を取ってあの、まあ、あの支援をしてきているということです。まあ、それと、広報としてはニュースレターを、まあ、発行しています。で今までのバックナンバーはウェブサイトで公開しています。でウェブサイト、あのまあ、何やってるのかっていうのはもうこのウェブサイトをご覧いただくのが、まあ、一目瞭然ということになります。あの最新のお知らせも含めていろんなあの、まあ、大体月にあの2回ぐらい、打ち合わせをしながら、まあ、ここの更新も含めて、いろいろと、業務を、進めているということになります。で活動内容のまとめですけれども、まあ、一つは電子教材の開発で、先ほどのように、まあ、学生とですね、共同しながらあのインタラクティブなもの、あるいは、まあ、携帯性のあるもの、そして、まあ、3D、CG などを考慮に入れた、まあ、教材開発をしていく。それと知の公共化としてはあの授業の動画の撮影をして、まあ、YouTube や OCW や TunesU というところで、まあ、公開していくという、ことですが、まあ、これにあの欠かせないのもですね、電子教材の著作権の、まあ、管理ということになります。でそれ以外にですね、教育環境を、まあ、支援するということで、ウェブ学習システムのユーザーサポートですとかあの、講習会、そしてその他として、学生のプロジェクト支援ですとかニュースレターの発行、そして、ウェブサイト、というところで情報発信をしていくということをやっております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろご質問あるかと思いますけども、あのご質問につきましてはまた後で、あの長丁のプレゼンテーション終わった後でまとめてご質問にさせていただきたいと思います。それでは続きまして、千葉大学の客員教授であります大学印刷株式会社の長丁より、プレゼンテーションをいたします。ご紹介いただきましたあのアカデミックセンターの長丁と言います。今、冒頭に谷口先生からご紹介いただきました通り、ここにご紹介していますハイブリッド教材研究プロジェクト、これ3カ国共同の研究部門でして、こちらに、私の所属する大日本印刷、それから大日本印刷の関係会社でございます丸善株式会社、この2社の投資によってですね、このプロジェクトをこの7月1日に、発足いたしまして、私は千葉大学から出向で参っております。千葉大学大日本印刷から出向で参っております。で今日はですね、このアカデミックリングセンター の, この共同研究部門でやっていることと、それから、私、まあ、この仕事のためにですね、日本全国の大学を今回っておりまして、大学におけるその授業教材がどういう実態であるのかということと、まあ、それの電子化ですとかのためにどういう課題を抱えているのかということを、広く調べておりますので、まあ、その状況も含めて今日ご報告したいと思います。まずですね、教科書というのは大学の授業で、実際どれぐらい使われているのかということですが、いくつかのデータがございます。最初にですね、ついこれ先月なんですが、名古屋大学の教養教育院、元教養部ですね、この山里先生から頂戴したデータなんですが、工学部と理学部でですね、かなり広く調査をされてまして、まあ、この調査結果が論文になっているぐらいですので、すごいいろいろデータ取ってらっしゃるんですが、その中で、まず工学部の学部ですね、1年、2年、3年、4年で、教科書の利用率、これはあの指定教科書と言われるやつですね、いろいろ授業をやられている先生が、あの調査の中で、私の授業 を履修するには、この本を指定しますので、買ってくださいと、その率です。
でこれ、意外と高かったんですが、1年は 37%、 それから2年は 71%、 それから少しずつ下がってきて3年4年となると。で理学部はやっぱかなり低くてですね、まあ、いずれも工学部も理学部もあの2年が、指定率が高いんですけど、これは、まあ、理工系の方がいらっしゃったら分かると思うんですが、かなりその基礎的な積み重ねのいろんな基礎科目がありまして、まあ、そういったものは定番的な教科書がかなり、広く使われるということで、まあ、そういう授業が多い、理学部工学部とも2年生がですね一番、2年次が一番高いということで、まあ、こういう結果が出ております。それからこれをするグラフにしたものですね、だん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 学年が上がるにつれて下がっていくと。で当然、マスターになるともっとこれが率が下がるということです。でそれ以外でですね、これ私が調べたのは東大の本郷の学部講義、つまり3年4年ですね、ここを調べするでですね、これ東大の全学部です、ね、中学部で調べたところ 85% で指定教科書なしです。3年4年ですね、つまり、ほとんどが先生のオリジナル教材、あるいは資料の配布ですね、これで授業が構成されていると。でただし調べの中に書き込まれている参考図書ですね、これについては平均すると約10冊ぐらい、提示されているということです。から本学ですが、普遍教育センター、教養部ですけど、ここでは 66% が指定教科書なしということで、大体ここら辺が、まあ、普遍教育で1年、2年ですけど、大体国立大学ではこれぐらいが標準なのかなというふうに思っております。まあ、こういう状況になるということですね。で、大学の教材が、状況、市場も含めて状況としてですね、大学の教科書の市場というのは、これは私どものお金貸し丸善も大学にいろんな教科書を買っていただいておりますが、市販されている商業出版物、商業学術出版物として、約市場が400億円あると言われておりまして、これはかなり正確な数字かと思っております。で年10億円ぐらい、縮小していっているということで、それから驚いたのは、京大生協の生協の書店ですね、毎年 10% 売上が減っていっているということです。京大生も本を買わなくなってきているという、まあ、こういう厳しい、データもございます。でこれ以外にですね、これは本として本屋に売っている商業コンテンツの市場が400億ですが、まあ、それ以外にいろんな形で先生の手作りの本でやっぱりコストをかけて作っていらっしゃるものもありますので、まあ、我々教材市場というのはそういった電子も学内で作られるようなものも含めてですね、600億から700億ぐらいの教科書というのが毎年信用として形成されていると。でご存知の通り、やっぱり絶版本がどんどん増加してきているということで、大体毎年ですね 2% が絶版になっていっているということで、まあ、これで、かなり困っている先生もいらっしゃると。それから学術出版社はやっぱり通常の一般の出版社に比べますと経営規模が小さいものですから、まあ、こういう状況の中でですね、出版社が倒産していっちゃって、本が出なくなっていると、まあ、こういう状況も垣間見えてきています。それからこれがですね、出版社の経営の裏悪化の裏表の話なんですけど、改定の長期化というのがやはり大学教材の世界で起こってまして、どうしてもですね、印刷物として作って、なるべく安くしようとするとですね、一度にたくさん作って、で倉庫に置いとかなきゃいけないと。でそうすると通常ですね、こういった学術書籍で教科書として使われるものは3年から5年分ぐらいを一度に刷って、で出版社の倉庫に眠らしておいて毎年、少しずつ開けていくと、まあ、こういう限界があります。でそうしますとどうしてもコンテンツが古くなってくるということが起こってきて、教材としての魅力がなくなってくるという、まあ、こういう問題も潜んでいると。まあ、つい最近ですけど、東大の教養部の
ですね、駒場の外国語教育の先生のグループが東大出版会に対して、今使っている教科書のですね、電子化を申し出てきました。でこの理由というのはまさにこれでしてですね、一度作るとやっぱ5年分ぐらい、東大出版会に作ってもらって5年間で履けて、で5年後にようやく改訂のチャンスが巡ってくると。でそれではやっぱダメだということで、まあ、外国語においてすらもやっぱコンテンツはその年々の話題をですね、入れたものにしていきたいということで、電子化する方向で今駒場と東大出版会で検討を進めております。で電子の場合はどうかといいますとですね、電子化への動きというのは、国公立私立大学問わず何らかのプロジェクトが動き出してきておりましてですね、まあ、千葉大学のアカデミック流入センターの中にこういうグループができて、今まだ研究段階ですが進んでいると。で九州大学では先ほど吉田先生のお話にありましたように教材開発センターというそのものズバリのセンターができて、かなり、大きく動いていると。まあ、こういった名前がついているいないにかかわらずですね、何らかのこういう電子化の動きが出てきていると。でそれからこの教材教科書の電子化のスピードですがかなり速いというふうに言われるのを持っておりまして、一般の電子書籍、まあ、今電子書籍がかなり、日本でも普及してきましたが、このスピードに比べるとこの教材とか 教科書の電子化スピードちょっと速いんではないかというふうに我々考えております。それから著作権の問題、まあ、吉田先生もここのところかなり時間を割いて話していらっしゃいましたが、この問題は大学の中で教材を開発していくと、まあ、私の冒頭の話で言いますと既存の、本ですね、商業コンテンツに代わって先生が工夫した教材、自前教材、オリジナルの教材を作ろうとしたときにこの課題が一気に出てくるということで、この課題を解決するために我々今大学で連合体を作ってですね、その連合体で権利者に対して何らかの申し入れをしようという動きをしようとしています。これはちょっと後の方でご案内いたします。から電子化への抵抗というのはですね、これはやっぱり出版社にありまして、これも困ったことにですね、一般の出版社よりも学術出版社の方にこの電子化への抵抗が大きいということで、まあ、これは私も出版社あちこち回ってですね、まあ、お願い方々事情を聞いておりますが、やっぱり警戒してらっしゃるということですね、電子化、自分たちのコンテンツの電子化に、まあ、よく言われるんですけど、大学は今でもどんどん無法地帯になっている、自分たちのコンテンツ商業コンテンツをですね、どんどんコピーしてばらまいてるじゃないかと、まあ、大学側からすればそれは35条の範囲であるという解釈をしているんですが、権利者から言うと非常に、めちゃくちゃなことが起こっていると。でこれが電子になっちゃうともっとやりやすくなっちゃうじゃないかということで、電子化には、応じないというところが、多いです。でこれはかなり堅苦な問題ですが、まあ、これについてもまあ、当然彼らは商業出版社ですのでですね、何らかの利益が出るモデルが提示されない限り、ここのところは回らないというので、まあ、先ほど言いました大学側でもコンソーシアムを組んで、その商業を前提とした流通を考えようということも一つの課題として抱えております。で、大学で、この教科書の状態というのは先ほど言いましたように絶版で飲酒できない、状態が増えてきているということ。それから、もう一つ大きな問題ですね。指定したのに、学生が購入しないという、まあ最初に出したデータはですね、先生の指定率の話なんですけど、指定しても必ずしも買わないということで、まあ千葉大学でもそういう状況がかなり、見えておりますが、私が調査した中では一番ひどい国立大学の工学部の必修科目でですね、指定教科書の購入率が 23% という悲しい、データがありまして、まあ、先生も嘆いてらっしゃいましたけど、私も工学部の出身なんですけど、必修科目の指定教科書を買わないで単位を取るというのはですね、これありえないことだったんですけど、でも最初その先生の話聞いてですね、23% というのを聞いて、23% は買わないのかと思ってずっと聞き出すと、最後になって 23% しか買ってないというのが絶句した状況でした。で、まあ、それ以外にも私立大学でも文系ですとほとんど購入率が 50% を切っているということですね。でこれはまあ高いというのもある
でご存じの通り大学の学生の経済状況はどんどん悪くなっている。でそんな中でやっぱり高い専門書はちょっと買いたくても買えないということがあって、まあ、それがちょっと違法的なその自炊に走ったりとかですね、まあ、なんとかバージョンは古いんですけど先輩からもらって使っているとか、まあ、そういう悲しい状況が増えてきているということですね。それから利用されないというのがですね、これは先生方の言い分なんですけど、自分の授業に合ったそういうコンテンツが本がないということで、こういう学術専門書ですが教科書を利用しないと、まあ、こういう状況が顕著になってきているということです。でそういう中でですね、いろんな状況でその著作権の問題ですとか、その高い専門書が高いという問題ですとか、そういったのを先生はやっぱり先生なりにいろいろ工夫して、そのハードルを超えようとしているんですけど、まあ、あちこちの先生のそういった本を探しておりましたが、先月なんですけど、広島の山奥でっていうと広島大学に、失礼ですけど本当に山奥なんですけど、あの広島大学に行ったらですね、こういう教科書を先生が作ってらっしゃってですね、これは物理化学の教科書です。で、まあ、工学部の応用化学とかですね、の人たちは必ずこれを1年2年で相当びっしり勉強させられるわけなんですけど、この物理化学の定番の教科書というのが日本に、日本語化されているのがですね、今3冊ありまして、それがほとんど定番になっています。で、非常に伝統のある評価の高い教科書であるんですけど、どん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 高くなってですね、私が30年前に、上下巻買った時は4000円ぐらいだったんですけど、今上下巻で1万円を超えているものが出てきていると。でこれはさすがにちょっと高いと。で、まあ、この広島大学の工学の山崎先生と一年復帰してですね、自分で原稿を起こして、著作権処理もして、原稿を作ったと、本を作ったと。でそれを広島大学 の、 あのプリントオンデマンドの機械ですね、当学もこの上のフロアに、設備としてありますが、その機械で印刷して毎年必要部数を学生に、売ってると。で、まあ、当然原価というかですね、コストだけですね、上下巻でなんと3500円ですから、その先ほど言いました市販のものの3分の1の値段になっていると。ところはまあ学生にとっても非常に嬉しい、と思いますし、それからやはり、さっき言った3つの著者のですね、定番の教科書というのは、まあ、書かれたのがもう半世紀近く前で、まあ、改訂はしてるんですけど、内容的にはかなり古くなってきて、いると。でこの山根先生のはつい最近版を起こしましたので、非常に中身が新しいということで、まあ、こういった本がどんどん増えてくればいいのになということで、ちょっといただいてきた本です。で、教科書の方向性としてはですね、今もご紹介しましたが、デジタル教科書を作っていくプロセスと、あの方法としてですね、まず単純に言うと既存のアナログ本をスキャンしてそのまま電子化していくと。これは絶版本の電子復刻ですとか、POD で安く作ってしまうとかっていう、こういったものがあります。で、この絶版本をですね、電子で、PDF で学生に配るですとか、まあ、当然これは著作権を処理しての前提ですけど、それはかなり増えてきています。だからプリントデマンドで作っているという、まあ、京都大学なんかでもこれかなり出てきておりまして、まあ、簡便な方法として著作権の問題さえなければこういう方法で作れると。それから2番目としてですね、デジタルコースパーク、デジタルコースウェアという言い方をアメリカのところでしますけど、これが、いろんな先生が非常にやりたがっている方法でして、複数のですね、既存のコンテンツから自分の授業の構成に合ったコンテンツを再修正すると、まあ、こういう方法で、自分の授業の教材を先生が作ろうとしているというのがあります。でこの例がですね、ちょっと今日ここに、いっぱい、これは竹内先生の、実はやられている大学図書館論という授業の先生が使う教科書です。これを、今年からこの後期からですか、こっち、いろんなリソースからですね、構成して、で作り方もせっかくプリントオンデマンドで作るので、例えばこれの場合ですと、
元のページを2面付けにして、この下片側をノートをテイキングができるようなこういう工夫ができるというものですとか、それからこれはそのまんまこういう形でやっているものですとかですね、それから、薄く安くするためにはもうこういう4面付けにしてしまおうと、まあ、この後ちょっと字がかなり小さくなってきますけど、まあ、こういうそれから何も平閉じに、コストをかけなくてこういう中閉じっていうんですけど、中で閉じて、やると、まあ、これだとかなり、また安くなってくるという、まあ、値段も安くなるし中身もいろいろ工夫ができるということで、こういったことを当学で今始めておりまして、これをどんどん広げていこうと思っております。でそこから3番目のですね、教員の書き下ろしオリジナル教材というのは、これは先ほど吉田先生がご紹介したのはこれに当たると思うんですが、まあ、オリジナルで教材を作ると言ってもやっぱりどうしても先ほどあったように一部分グラフですとか写真ですとかあるいは論文の一部ですとか、まあ、そういったところを組み込んでいかざるを得ないと、でそこになるとやっぱり著作権の壁が突然、立ちはだかってくるわけでして、まあ、ここら辺も大学側としてなんとか問題解決をしていかなきゃいけないというふうに思っております。それから既存コンテンツのデジタルリッチ化というのは、これは医学部に非常に多いんですけど、先ほどの先生の骨学の吉田先生の骨学のなんかこれに当たるのかなと思って聞いてたんですけど、まあ、動画にしていくとかですね、それからいろんなリンクを貼るですとか、まあ、こういった工夫も電子ならではの方向としては出てきているというふうに思われます。で、まあ、どうしたら理想の教材とか教科書を作って活用して流通させられるのかということを、ちょっとこれからこの 1,2,3 ですね、どう作るのかということと、それからやはり最大の課題である著作権処理をどうするのかということと、それから出来上がったものをどう流通させていくのかという、この3つの課題について今我々が考えて取り組んでいるところをご紹介します。まずどう作るか、千葉大の場合はですね、このアカデミックリープセンターの中に、こういう教材開発部門を発足させまして、この1、2、3と書いてありますけど、まあ、文科省の第2期教育志望計画、まあ、これの指針にのっとって、IT を使った紙と電子ですね、必ずしも電子だけにこだわるわけではなくて、その授業の環境にふさわしいハイブリッドな教材を作っていこうということで7月からスタートしております。で主な活動としてはですね、授業のスタイルに合わせた教材開発支援、著作権処理ですとかデータ制作、まあ、ここら辺を教材開発機能としてですね、持っていて拡大していって教員の皆さんの支援をしていこうということです。で、まあ、他にもいろんな調査をしております。このプロジェクトはこのビルの3階にございますので、また、お時間があるとき寄っていただきたいと思います。で今メンバーですが、九州大学さんに比べるとまだまだ少ないんですけど、プロジェクトメンバーは私が客員教授としておりまして、客員助教として栃木というのが一人常勤でおります。それから能登屋というのが週2回ぐらい、斉藤というのがですね、これは私の会社の部下になるんですけど、週3回ぐらい来ていると。あとは千葉大学のいろんな先生の方々、スタッフの方々に手伝っていただきながら進めているということで。で、活動としては今、現状の教材調査をあちこち、8月、9月、10月と工学部の全学科の実態調査をしたりですね、やってまして、それから、教材の開発、まあ、今はまだ試作、まあ、こういった POD のですね、ものも含めて試作段階ですけど制作を進めております。それから少し先になるんですけど、まあ、こういった新しい、形機能を持った教材がどういう評価をされるのかといったところも研究していきたいと思っております。で私どもが今学内に対してこういったことやりますよというのがこの4つでしてですね、教材のデジタルデータ化自体をお手伝いしますということ、それから音声とか動画を含めたリッチ化についても一緒にやっていきましょうとか、それから素材作りですね、それから著作権処理、こういったところをサービスメニューとしてですね、学内に今提案しております。でその一つ第1号として出来上がったコンテンツがですね、理系学部向けの物理学の演習問題ですね、
これ理系の教員先生とですね、今ここにもいらっしゃってますけど、融合科学の山本先生と一緒に作らせていただきました物理学の問題、これが今かなり充実してきておりまして、今後この物理学の演習問題をですね少し拡充して他大学に対しても使っていただけるような流通の仕組みを考えていきたいと思っております。それからこれも夏から手掛けておりますが、普遍教育センターの中の講義で公共図書館サービス論というのがあります。これが千葉大で毎年前期の科目2単位でやっておりますが、これの電子化に今取り組んでおりまして、約49ですか、49の資料で、資料がその授業の中で配布されておりますが、いろんなウェブページのコピーであったりとか、新聞の記事であったりとかですね、あるいはどっかの図書館の、案内であったりとか、そういったものになるんですけど、49のうち29が快く許諾をいただいたということで、負荷が6となりますけど、実はこれやった中で一つの成果としましてですね、新聞記事が結構多かったんですけど、全国紙である読売、朝日、毎日、日経、この4新聞社に対して、うちの栃木というのはかなり必要な交渉をしまして、一応許諾を得られたと。でただし、使う場合に、その何月何日付のどの記事を何々大学の何々学部の何々先生の授業を使いますという、その届けを出して使ってくださいと。ですから完全に無条件で使っていいということではなくて、このいつ付けのこの記事を使いますということを、新聞社の方に届ければ、無料で使えるということが出てきまして、ただ読売新聞さんだけはですね、1記事2200円払ってくださいということで、読売新聞には引き続き交渉をしていきたいと思っております。で著作権処理ですが、先ほど来非常に、問題になったので、これがですね、この学術著作物が電子教材化されてくると、今まで以上にこう厄介な問題が起こってきましてですね、電子化されると今まで紙の本 の世界であったですね、絶版ですとかですね、出版社は絶版とはおっしゃらないですよね、なかなか絶版と言っちゃうとその著者との関係もあるんですね、言わないんですけど、電子になると余計これが事実上の絶版がなくなっちゃって、ネット上にいつまでもこう浮いてるというかですね、商品として存在するということで、コンテンツの超寿命化が起こってきます。でもう一つはですね、コンテンツの細分化ですね。今も一般の書籍なんかですね、コミックなんかもそうですけど、1章だけとか1話だけ売るということが起こって、こうやって細分化してきますとですね、この著作権の管理が非常にもっと厄介になってくるということで、それに伴って印税の支払い額も小さくなってきてですね、使う側としては非常に厄介になってくる。それから著作権相続がですね、これはコンテンツの超寿命化と一緒なんですけど、著者の死後今50年ですけど、 TPP では70年とか言ってますんで、とてつもなくなってくると。こういうこれは出版社にとっても非常に事務作業的に厄介な問題であるんですけど、使う側にとっても厄介な問題になるということで、これ電子のコンテンツが増えれば増えるほどここら辺の問題がクローズアップされてくるということですね。で、今どんなことが起こっているのかと、これは先ほど吉田先生もたまたま例として挙げていらっしゃいましたが、上野州立大学がですね、訴訟を受けまして、原告はオックスフォード大学出版とかケンブリッジ大学出版とか大学の出版局なんですけど、そこがジョージア州立大学の中の事業で、めちゃめちゃ使われてるんじゃないかということで怒っちゃって裁判も起こしたということですね。で、まだ決心はしてないんですが、第一審で出てきたのはですね、約 10% まではいいんじゃないかというふうに裁判所が判断したということですね。でこれはアメリカの場合のフェアユースってご存知のがあるんで、そのフェアユースという前提で 10%、 日本ではこのままいくとは思いませんが、一つの大学側にいる我々としてはこの 10% を目安にしたいというふうに、皆さんみんなで今ちょっと話し合っているところです。
これがそのこういう裁判が起こってどうのこうのって書いてある原文ですけど、だからまあちょっとルール付けが必要ですということで、先ほど言いました、大学学習資源利用モデル研究会というのを去年の9月に立ち上げましてですね、最初4大学と、これがメンバーなんですが、去年の9月に立ち上げたときは東大、九大、千葉大、慶応の4校で始めまして、で大学出版会ですね、東大、京大、慶応大学出版会と、それから文科省は研究振興局の室長とかに入っていただいて、それから NII と学位授与機構とシュプリンガー出版社に入ってもらって、それで、まあ、大学生協とマルゼントで、進めてきたんですけど、ちょうど明日なんですけど、この研究会の第2フェーズが、キックオフします。でその第2フェーズのメンバーがこういう具合でして、まあ、大学の数も増えて、かなり、声が大きくなるというかですね、まあ、目的が研究者に対するいろんなお願いであるということで、あるということを考えると、これまでよりかなり強力な布陣になったというふうに考えておりますが、ここにある目的としてですね、大学関係者が学習教育における電子的学習資源の政策及び教育化を促進される体制の構築と著作権の円滑な利用環境を整備し、うんたらくんだと、まあ、こういう大学側としてもっとコンテンツをですね、うまく使えるようにしたいということで、やっていくと。で、まあ、来年に、今のメンバーでこの研究会をコンソーシアム化させて、もっと活動を活発化していきたいというふうに、考えています。まあ今回第2フェーズということでは、明日キックオフでですね、まあ4月にこのメンバープラスでコンソーシアム化ということを考えています。ちなみに研究会の座長がうちの竹内先生で、吉田先生は九州大学の代表として発足当時からいろいろ助言をいただいておりますが、ここで目指すのはですね、まずは論文等ですね、学術論文をもう少し自由に使えるような環境を手に入れたい。それからゆくゆくは商業出版物、学術商業出版物についてもある程度今までよりは簡便な方法で、先生が自分の教材として使えるような状態に持っていきたいということですね。で、まあ、どう流通させるかということでですね、これも私いろんな大学の先生の話を聞いて回ってるんですが、今ですね、大学で具体的に動かそうとしているのが慶応の SFC ですね。SFC の総合政策学部のですね、国領先生、この前総合政策学部長でしたので、今理事になられたんですけど、国領教授が提唱されているモデルでしてですね、ナレッジシェアリング&ニッティング、知識をシェアして編集組み上げていこうという、この当て語は私が作ったんですけど、この KSK モデルって言いますね、慶応 SFC 国領モデルの略なんですね。でこの先生が言ってるのはですね、学生が年間教材費一律金額を支払うと、で国領先生は慶応2万円にするという宣言をしています。で2万円もいろいろ根拠があって2万円になってるんですけど、でそれを大学側が一旦授業料と一緒に学生からあるいは保護者から集めてプールしておくと、でそれで大学側が研究者に対していろんな申し入れをしてですね、電子で、これ全部電子です、紙はありません、電子で電子のコンテンツとして大学側に提供してくださいと、でそれを大学がプラットフォームに乗っけて学生がそこから、自由にダウンロードできるという、まあ、こういう大学側の人が非常に願ったりかなったりですし、学生もまあ2万円払えば教材費の心配しなくていいという、まあ、これは大学側としては都合はいい、それとやっぱり研修側にとってみれば出版社にとってみればですね、なんで2万円なんだということもあるし、そのシェアするの、お金をシェアするのどうしたらいいんだということも大学側は全然知らないと言ってるわけなんで、なかなか大きな課題を抱えているんですけど、一つの大学が打ち出している方向としては私はこういったのが実現に近づけばいいなと思っています。
今のちょっと絵にするとまあこういう形でしてですね、原子がまあプールされて、まあ、年間2万人で100名がいるとすると、まあ、200万集まる、で、そのこの電子型コンテンツプラットフォームというところに提供してくれた、権利者に対してこの200万円をシェアしていくということなんですね。ただこれは国立大学の場合ですね、教材費を集めるという仕組みが現在ございませんので、ここら辺をちょっと工夫する必要があるということで、実はあの先ほどの研究会にですね、大学生協連合会が入ってもらっているというのはですね、大学生協はこのキャンパスの中に店を持っておりまして、そういったことを役割としてできるんではないかという検討をしていただいております。もう少し詳しく書くとこういう絵になってくると、これは研究会として今目指している方向です。まあ、何年か後にこういったことが実現できれば本当にいいなと。でちょっと時間も押してきましたが、最後にですね、これから大学の教材どうなるのかということで、大学教材の行方、私はこの大学教材の行方というタイトルであちこちで今喋ってるんですけど、あのいくつか の方向としてですね、いいなと思うのが、これはあの東大の工学部の先生、有志の先生がですね、工学部で物理、数学、科学のこの基礎3科目ですね、工学部に必須の基礎3科目の、教科書を完全オリジナルで作ろうということで今一生懸命、執筆されています。で今現在7巻目、数学の7巻目でしてですね、最終的には3科目で70から80ぐらい、まあ、これは、現役の先生があの大学の、まあ、これは特に2年3年4年ぐらいですけど理想の教科書として、作り出しているものでして、まあ、こういった動きが今後も出てくるんではないかというふうには思います。でちょっと飛んじゃったんですけど、もう一つ私注目しているのがあの名古屋大学の理学部のやっぱり先生が書いている教科書でしてですね、これはあの今までにないタイプ あの教科書でして、それをちょっと詳しく説明する時間がないんですけど、まあ、学ぶ目的と学ぶプロセスをきちんと示している教科書でして、まあ、そういったあのこれまでのですね、先生あの偉大な先生が自分のその研究業績をまとめて専門書にしたというものではなくて、あくまでも学生の理解をきちんと組み立てていけるような教科書として、書いた教材と、まあ、そういったものがもっと出てくればいいんじゃないかなということと、それからやっぱ適切な媒体を使うということですね、電子、だけで、作ってしまうこともないでしょうし、必要があれば紙も入れるし、まあ、こういった考えで作って、いただいた方がいいんじゃないかということと、それからできれば学生個人ごとの理解度に合わせるという、まあ、これはさっきの吉田先生の話の中でも LMS が出てきましたが、 LMS をもっと高度化してくるとですね、こういったことができるんじゃないかということで、この例をですね、私の恥ずかしい例で言うと、私もご多分にもあれず MOOCs のですね、コーセラ の授業をこの9月から受けてまして、東大の村山先生の地球物理の宇宙物理 の講義を取ってたんですけど、そうするとコーセラの LMS というのは非常に適切な判断アドバイスをくれてですね、私の学び方をずっと見ているんですね。で最初はこう順調にこう全部で 9校だったと思うんですけど、3校4校ぐらいまで順調に来て試験も見事パスしてきたんですけど、5校目ぐらいから突然難しくなってですね、ついていけなくなっちゃったの。そうするといろんな励ましのメールが来るんですね。頑張れ頑張れって、で頑張れって言われてもですね、もう大学出て30年も経ってる、どんどん経ってるサラリーマンにとってはもうこれは限界だと言うんで、諦めちゃったらですね、その頑張る励ましがだんだん厳しくなってきてですねでとうとうですね、11月の3週間なんかに退学勧告が来まして、でそれは私あれ多分何万人か受けてるか、4万人ぐらい受けてるはずなんですけど、その中の一人の私のですね、進路管理をエレンズがちゃんとやってるんですね。まあ、そういったものもその電子教材であればですね、できるわけでして、まあ、そういったところを目指していければなというふうに思っています。で最後にですね、千葉大のこの3階の教材プロジェクトのメールアドレスと、それから、まあ、今日簡単に はしょってしまいましたので、いろいろご意見とかご質問
ことがありましたら、私の大学のメールアドレスも書いてありますので、こちらにどんどんご意見いただけたらと思います。どうもありがとうございました。はい、両先生、本当にありがとうございました。ちょっと時間が押しておりますけれども、これから質疑ということにさせていただきたいと思います。今日の2人の話を、簡単にまとめますと、吉田先生からお話しいただいたのは、九州大学ゆるまめ実践例、特に教材をオリジナルに作る部分をどのように、サポートしていくかということだったと思いますけれども、長所先生の話は、千葉大学が取り組もうとしていること、概要ということでございました。で、千葉大学の中の宣伝をさせていただきますと、先ほどのスライドにございましたように、学園の先生方に向けて教材作成支援をするということを、すでにオフィシャルには流しておりますので、今後、さまざまな、どういうニーズがあるのかということも含めてですね、いろいろとご相談をいただければ、対応が進んでいくのではないかなというふうに思っております。それでは、フロアからご質問を受けしたいと思います。このセッションはというか、まず初めからなんですけれども、録画をしておりまして、この後こう内容確認をした上で、YouTube で公開をする予定でございますので、恐縮ですが、ご質問いただく場合には、お名前、ご所属等をお願いをいたします。それではどうぞ。日本大学の小山です。本日ありがとうございました。私自身もまだ整理できてないんですけども、今日の話を伺っていて、2つちょっと方向があるのを感じていまして、1つは、いわゆる LMS と言われていて、千葉大学ムードルですよね。で、旧大はブラックホールを使っていらっしゃって、でそこに教材を埋め込んでいくっていうのが一つやり方としてあって、で先ほど長所さんがおっしゃってますね、リッチ化っていうことも、コンテンツのリッチ化っていうこともあったんですけども、それは一つは方向性としては、各大学のその教育課程なり、あるいはカリキュラムの内容に沿った形でのコンテンツ化っていうことが一つあると思うんですね。一方で、いわゆる教科書って言ったときには、これまでの教科書っていうのはどちらかっていうと、全国例えば等しく、その学問分野について学んでいる学生が使えるようなことを意図して作られてきたっていうのが一方であって、今回のこのデジタル教材、もしくはその学術教科書の電子化といったところで、ローカルな学生に対するコンテンツ配信と同時に、例えばじゃあそれ以外に全国での共通利用を目指したコンテンツ化みたいなものは2つの方向性があるような気がしていて、基本的にはローカルな形での教材提供っていうところに重きが置かれ、各大学が各大学独自に教材開発をしている。でそれに対して、ここにある今回提案されているようなコンソーシアムみたいなものが共通の基盤プラットフォームであるとか、あるいは共通の、知識や技術みたいなものを、醸成して、それをみんなに提供していくような形になるのか、なんかいろいろなものがこう、浮想しているような感じがしましたので、何かそのあたりについて私自身も、これが質問になるのか分かりませんけれども、お二人のご意見がありましたら、もしお願いいたします。はい、じゃあ、どうしましょう、吉田先生からの方が。ご質問ありがとうございます。今の話は授業に沿ったコンテンツを作っていくっていう方向ですね。それは LMS を含めてっていうことと、その領域を学ぶ学生が誰でも使えるような、方向にと2つあるのだろうというお話と、それがその今回の話の、私と長所さんの話のその方向性はどうなのかっていうことなんですね。旧大の教材開発センターはの場合しかお話しできないと思うんですが、方向性としてはですね、旧大の、教員が教える、あるいは旧大の学生が学ぶ、教材を作ると、旧大の先生がやっている授業の主に先ほどからお話が出ているように、教科書ではなくって、先生が、教材として使っているものを教科書化していくという、話に、なっているわけですね。で、それがその、なんて言いますか、おそらくその大学の教員が作る教科書っていうのは、
まあ、自分の授業に合うものをやっぱり作ると思うんですよね。まあ、そういうのが大学出版会から出てると思うんですけど、それがなんかまあよその大学でも同じものが使えるよという状況なんじゃなかろうかと思うんですが、ですから何でしょう。だからまあ今出てる教科書をどれぐらいそのある大学の教員や学生を想定しない状態で作った教科書っていうのはどれぐらいあるのかっていうのが、私はちょっとわからないのですが、ただ今こうやって喋ってるうちに一つ思い出したんですけど我々の領域だとですね、まあ、例えば医師国家試験の、まあ、参考書、問題集、こういったものはもう要するにそれを受ける可能性のある人が全員を対象として作られていて、まあ、大手の出版社が作っているっていう状態ですから、まあ、そういうものも、まあ、あるでしょう。ただやっぱりそういうものを教科書として大学では教えたりはしないというの、まあ、状況があるということになろうかと思います。すみません、答えになっているかどうかわからないです。今私も、まあ、昨日今日大学に来たような感じなんですけど、改めてですね、久しぶりに大学キャンパスに戻って、圧倒的にこう思ったのはですね、先ほど言いました工学部の先生と今ずっと会ってるんですけど、やっぱり先生だとめちゃくちゃ忙しいですよね。でよく言われるのはやっぱり研究と教育を両立させていらっしゃるということでですね、私も忙しいサラリーマンでしたけど、まあ、それの3倍ぐらい忙しいなという感じ でやっぱり、そうやってもその授業もちゃんとやりたいということで、授業もちゃんとやってらっしゃるんですけど、教材についてはですね、やっぱりそういうのを作るの得意な先生、がいらっしゃると思うんですね。今そちらのすぐ右にいらっしゃる山本先生なんだそうなんだと思うんですが、まあ、そういった先生が作ったせっかく作ったものをですね、やっぱシェアするとそのまあ忙しい先生のために役に立って、で、まあ、授業そのものは、その先生がそこにやられるんですけど、教材はどっかで作られた優れた分かりやすいものを使うという、まあ、そういう環境が出来上がればいいと思ってまして、まあ、さっき言った研究会もなるべく出来上がった教材コンテンツは検索対象になってあちこちで使えるようになったらいいという思いもあって今進めているわけです。だから徐々に大学間でそういったシェアするような教材が出来上がってくればと思っています。で吉田先生が今ガンプロなんかで作ってらっしゃる教材もそのガンプロ参加していらっしゃる人たちがみんなで使えるようにということで作ってらっしゃると思います。よろしいでしょうか。じゃあ他にご質問ありませんでしょうか。はい、どうぞ。名古屋工業大学附属図書館の畑江と申します。吉田先生にお尋ねいたします。テクニカルスタッフというご身分の方なんですが、これはいわゆる事務系という方ではなくて、技術職員という従来言われていたそういう方たちになるんでしょうか。おっしゃる通りです。ただ今ですね、まあ、昔技官と呼んでいた技術職員の方々を、今後雇用するのは非常に大学では難しい、もうほとんどできないっていうふうに言われていて、まあ、ただその競争的資金で、まあ、雇ってもいいよっていうことになっていて、その競争的資金で、雇われる方を、まあ、音楽ではテクニカルスタッフと呼んでいるという状況になっています。よろしいですか。はい、ありがとうございます。何か両先生からも最後に一言これだけはありましょうということで、もしあれば先ほど言いましたように、最後のページにメールアドレスと書いてますので、いろいろな情報ですとかいただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。両先生に皆様方からぜひこれらの話をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。大変に
密度の濃い講演を2人で戦っていただけて、教材の問題、それから教科書の問題というのは先ほどフロアからご質問ございましたけれども、実は片方うまくない方がいいというだけのものではないと私は感じております。特に長城先生のプレゼンの中でございましたけれども、教科書はやっぱり今広く使われづらくなりつつある。これも私も読んだところでは、授業の学際化とかゼミ化が進むことによって、かつては大規模授業で、マスプロ授業やってた時は教科書もバンバン売れてたというところが、今はもはやそういう形ではないので、教科書も売れないというような状況にある。で、一方その教材がどんどんあちこちで使われないといけないという状況になるんだけれども、その努力をあちこちでバラバラにやるには教員は忙しすぎるという状況があって、まさにその学習教育を支えていく基盤として、そのコンテンツである教材あるいはその教科書というのが、広く大学間で、共有できるといったような環境というのを、今我々は構築していかないといけないのではないかというふうに思っています。それが九州大学さんなり、私どもアカデミックセンターの取り組みとして、それをなんとか実現しようというふうに考えているところでございます。それではですね、一応これをもちまして第4回のアカデミックインクセミナーは終了させていただきたいと思いますが、皆様のお手元にですね、恒例でございますけれども、アンケート用紙がございますので、恐縮ですが、ご記入をいただいた上で、お帰りの際にスタッフにお渡しをいただければというふうに思います。それから次回のアカデミックインクセミナーでございますけれども、年度内にもう一度計画をしております。その意味はですね、私どもが昨年から今年にかけて行いましたさまざまな学生を対象とした調査の結果についてご報告をさせていただく場としたいというふうに考えています。言ってみれば、そのアカデミックリンクという新しい学習環境が学生のですね、学習行動をどのように変えてきたかといったようなテーマでお話ができればというふうに思っておりますので、多分年度の末のですね、比較的皆様方お忙しい時期になる可能性あるんですけれども、もしご都合がつくようでしたら、またぜひここにお知らせをお運びいただきたいというふうに思っている次第です。それでは本日はどうもありがとうございました。